はい、毎度おなじみ天の声です。今回は東京都町田市にある有吉ゼミの大食いチャレンジとかでも有名なね、犯罪級の肉料理を提供することで有名な29さんで、これ60秒で全て食らい尽くせトリプルタワーハンバーグということで、総重量1キロのね早食いチャレンジをやってきた時のヤーツですね。成功条件はこちら、じゃん。120秒以内クリアで、挑戦料が4000円のところ、2500円に。そして90秒以内クリアで、チャレンジ費用がね、1500円に免除。そして60秒以内で無料で、さらにね、もう食事券が1000円ついてくるっていうね、これだけでも激アツチャレンジなんですけど、このチャレンジの真骨頂は、個人的にね、プロクラスのフードファイターたちとバトルできるところにあると思います。うん、チャレンジ食べた速さでランキングされてて、しかもねマックスさんやラスカルさん、ドラコさん、おにぎりさん、キング山本さんといったね、スーパー豪華な方たちが挑戦されてるんで、間接的にではあるもののね、競い合うことができるんですね。しかも、量も7キロとかそんなんじゃなくて、1キロのハンバーグなんで、挑戦の敷居自体が低いですね。誰でも挑戦できると。だからね、これ僕みたいな素人でもワンチャンあるんちゃうかと、思っていったんですけど、結果から言うとね、ワンチャンなかったですね。うん。いやもうね、ネタバレになるんで、詳しいタイムとかは、順位とかはね、言えないんですけど、おかしいです、いろいろと。これ60秒で1キロって、比較的流動性のあるね、カレーとかでも結構怪しいラインなんですけど、ハンバーグなんでね、だいぶ難易度高いんですよ。一番上のチャレンジ条件を、クリアするとなると。しかも、謎のブロッコリーありますし。それがね、なんということでしょうということで。多分 YouTube、29早食いで調べたら、ガチの猛者の方々がね、上の方に出てくるんで、あれはね、見る価値ありますよ。ハンバーグって、ひょっとしてね、飲み物かもしれないって、錯覚してしまうほどのね、オンですわ、本当に。ちなみに今回ご同行してくださったのは、埼玉県のご当地ブロガーの小町さんと YouTuber の高見さん。小町さんは温かく見守ってくださって、高見さんはね、一緒にこのハンバーグタワーに挑戦してくださいました。それぞれのブログ、動画のリンクは動画概要欄に貼っておくので、ぜひぜひね、ご覧いただければ幸いです。最後になりますけども、今回ね、早食い動画なんで、いつにも増して、閲覧注意です。普段ね、大食いの時から、大概閲覧注意なんですけど、今回はね、さすがに動画タイトルにもつけて、入念に注意喚起行っていくぐらいなんで、ご覧になる方はね、覚悟の上よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。はい、ってことでハンバーグタワーも入場。めちゃくちゃ美味しそうですし、もう早速ね食べていきたいところなんですけど、早食いの場合はねそうもいかないんですよね。大きく理由は2つあって、まず1つは食材の温度。大食いの場合は食べてるうちに冷めてきますけど、早食いの場合はね食べ始めの温度でそのまま全部食べることになるんで、開始時のね温度管理が非常に大切で、熱すぎても当然ダメなんですけども、冷ましすぎるのもね硬くなって、飲み込みづらくなるのでご法度なんですよね。だからね、ちょうどいい温度でスタートするのが大事なんですけども、これがね食材によっても食べる人によっても違うんで、非常に難しいと。一応ね
お店には温度計もあるんで、この柔らかハンバーグに刺して、まあ、内部も温度まで知ることができるんですけど、まあ、果たしてね、その温度が食べやすいのか食べにくいのか、まあ、判断するほど経験値もないんで、今回はね、使いませんでした。どうやって温度を見極めるかなんですけども、これはもうあれですね、食材の声を聞くしかないと。うん、まあ、僕ほどのね、人物になると、まあ、ハンバーグに耳を澄ませば、まあ、声が聞こえてくるんですよね。うん、まあ、今が食べ時やって、まあ、ハンバーグの方からね、まあ、教えてくれるんで、まあ、料理人は食材の声を聞くってよく言われますけど、まあ、食べるためにとってもね、まあ、同じですよ。まあ、とりあえずハンバーグのラブコールまで待機します。まあ、そして2つ目の大事なことなんですけど、まあ、これはね、攻略を考えることで、まあ、実物を目の前にしてね、どういう風に食べていくか、まあ、一口で入れる量、まあ、水を飲むタイミング、食べる順番、まあ、主にね、この3つを考えます。まあ、これらは、まあ、何回か食べていくうちに自分にとっての最適解っていうのが見つかるんですけど、初見の食材の場合はその見た目と自分の経験値を照らし合わせてね、目星つけるしかないですね。で、まあ、食べてるうちに修正していくんですけど、今回はね、早食いの中でも特に早い1分勝負なんで、できればね、最初から最適解に近い状態で、まあ、臨みたいですと。まあ、僕みたいな素人はこのハンバーグ見てもね、まあ、でかいとかプルプルしてて美味しそうとか小学生並みのね、感想しか浮かばないんですけど、うん、プロの方々は何口食べたら水で流し込んで、それをね、大体何セット行えばフィニッシュできそうかまで見えるらしくって、マジかって感じですね。あまりのレベルの違いに語彙力を失います。さて、それではいよいよ本番開始なんですけど、ここで念のためね、最後通告を行います。今回本当にね、閲覧注意なんで、まあ、苦手な方はね、まだ間に合います。引き返していただけましたら幸いです。まあ、言いましたよ、後で後悔しても、いや、まあ最悪後悔しても気分悪くなったりしなければいいんですけど、最悪ね、コメント欄で苦情ぐらいなら受け付けます。じゃあ、お願いします。じゃあ10秒前コール、はい、ほとんどしたいや今、それでは10秒前、9、いただきます。いただきます。先に6 5 4 3 2 1スタート。夢のプロフェッショナルレコード超えを目指して勢いよくハンバーグにかぶりつく男。ハンバーグがね、想像以上にでかくて、まあ、開幕から顔面崩壊してるんですけど、いや、でも安いもんですよ。僕の顔面と引き換えに今この瞬間、まあ、プロの記録にね、挑むことができてますから、この顔面で良ければね、いくらでもくれてやりますよ。まあ、僕早食いじゃなくて普段の大食いの時も、まあ、大概ね、顔面崩壊してるんですけど、うん、いや、てかこのハンバーグ柔らかプルプルでめちゃくちゃ美味しくて、早食いで食べるのもったいないぐらいなんですけど、ただね、このプルプルが意外とね、フォークで口に運ぶのにくせもので、まあ、逃げていくんですよね、僕の魔の手から。お皿に移したプッチンプリンがね、なかなか救えない、あの感覚に似ています。言うてる間にお皿の上には残りわずか。最後の一口は飲み込まなくていいんで、最後口の中に詰め込んでラストスパートです。大丈夫そうですね。はい、大丈夫です。9g です。いただきます。これ美味しいね。はい、さあ、お待ちかねの結果発表。ちょっとタイム発表のシーン撮れてなかったんで、僕がね、セルフでやります。
てかね、動画の再生時間で普通にわかるんですけど、まあ、気にしたら負けということで。あ、それでは結果発表。ドゥルル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 。結果は、1分14秒です。つまり、1分チャレンジ、失敗と。はい。敗北者です。早食いチャレンジのね、惨敗玉砕大撃沈ですね。ああ。惜しくもなかったと。やっぱね、1分切る人たちやばいですね。モサたちの動画見てたら、マジでハンバーグ秒でね、ダイソンされてるんで、自分もね、1分ワンチャンあるんじゃないかと思ってしまうんですけど、実際目の前にしたら、意外とハンバーグでかいし、柔らかいって言ってもやっぱ肉なんでね、全然飲み込めないしで、まあね、改めてプロの凄さが分かりましたと。うん。リベンジしたいんですけど、まあ、勝てるビジョン湧かないですね。まあ、口と鼻同時に使って吸い込めたらワンチャンあるかどうかぐらい。いやでもね、めちゃくちゃ美味しかったんで、三段ハンバーグ。まあ、次はね、普通にいただきたいですね。食べ放題とかもあるみたいですし、大食いチャレンジメニューもあるんでね、またお伺いしたいなと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。次回また良ければね、よろしくお願いいたします。